じゃあまず風船を1本取ります、はい、で、人間と一緒で人間がこう運動する前ですね、はい、こうちょっとこうストレッチしたりアキレス腱伸ばしたりするじゃないですか、はい、でその運動前のアキレス腱を伸ばすのと同じで風船も1回伸ばします。なるほど。ピニョンピニョンと3回ほど、はい、3回ぐらい、はい、空気を入れていきます。でこれハンドポンプっていうんですけど、すごいなんかミステコンみたいな、伸ばしても縮めても空気が出ます、はい、わかります。そうそうでこれをこの口に入れて、はい、こう押さえて膨らましていきます。ああ来たり来たりね。はい、そうするとこんなに長くなります。縛るのも大変だと思うんですよね。あ、そうですね、ちょっとコツがいります。すいません、あっさりやっちゃいましたけどはい、そしたらちょっと揉んであげます。あ、やっぱ揉むんですね。はい、さりげなくやってるけど重要な過程ですね。そうですね、これ重要です。あの、揉むと割れづらくなります。あ、なるほどなるほど、はい、ちょっとお花を作っていきますね。はい、だいたい指4本分ぐらいのところで、はい、ギュッと潰してひねります。ほうほう。1、2、3回ほどで、これ離すと戻っちゃいます。あ、はい、どうするんですかね。押さえてます、はい、押さえたまま、はい、で、これと同じものをまた作ります。はい、同じ長さでね。2、3、4、はい、で、ここを引っ掛けます。で、こっち、はい、前に出して、この間を通して、はい、こう、これ同じの5個作ります。はい、はい、これが本当に私割れる音ダメで、はい、この一ひねりで最初汗かいてたんですよ。あ、そうか。ここまでこう汗かいてました。普通それあの恐る恐るですね。そうですよね、はい、で絶対慣れます。あ、そうか、はい、慣れます。で、こうして整えるとじゃん、おこういう形。お、素晴らしい、はい、で、ここいらないんでちょっと切っちゃいます。え、そんなこと言うんですか。手で切っちゃうんですけど、はい、あのお家でやる方というか、はいはい、あのこれを見てる方はここを切っていただきたい、ハサミで、はい、はい、私はちょっとここを切っちゃいますね。え、ちょっと次抜けちゃうじゃないですか。あ、大丈夫なの。嘘か、気づけられない。そしたらもう一本使います、はい、オレンジ色にしようかな。また伸ばして、はい、空気を入れます。さっき長く入れたんですけど、今度はこんなに小さくしちゃいます。はい、はい、で、こんな感じです。はい、はい、で、これをここに押さえて絡めていきます。うーん、一周でいいです。一周絡めます。で、また今度こっち側を長い方一周絡めます。そうすると、じゃん、なるほど、花です。花が咲いてるわけですね。そうですね。で、余った部分でお花のブレス、素晴らしい、はい、完成です。ありがとうございます。はい、こんにちは、長野インターネット大塚と申します。こんにちは。今日は長野県は小諸市に来ておりますけれども、そこで、サロンドベールという、まあ、カフェなんですね、来てお話をお聞きしたいと思っております。自己紹介お願いします。はい、バシコバルーンっていう名前で、空間のデコレーションを、はい、バルーンを使ってバルーンをメインにやってます。で、アーティスト名はバシコっていう名前でやってるんですけれども、はい、本名は小林理恵と言います。よろしくお願いします。どうよろしくお願いします。その空間をデコレーションするっていうのはどんなことなんでしょうか。はい、私はあの風船をメインに使ってるんですけれども、あの風船ってこう持ち運んでる時はやっぱり膨らませる前なのですごく小さい状態で来るんですけれど、はいはいはい、空気入れるとこうわーっと大きくなるんですね、うん、膨らんで、はい、なので割とこう空間を非日常的な彩りにこう一瞬で変えれるっていうのを、うん、なんていうんですか、魅力に感じて風船をメインに使って空間を彩ってるっていう仕事をしてます。よくあのオープニングのところにこう飾ってあるようなその風船って見たことあるんですけど、はい、そんなようなことなんでしょうかね。あ、
そうですね、なんかこう分かりやすく言うと、あのイベント会場の入り口にこう、はい、アーチでトンネル型のこうバルーンの飾りがあるんですけれど、まあ、そこをくぐることによって、はい、非日常的な気持ちでよりワクワクするっていう、うん、そういうちょっとこう非日常的なものをサプライズでこう出現させるっていうデコレーションの仕事をデザインから撤去まで全部やってます。その会場をこう、まあ、装飾するってことだと思うんですけども、はい、それにはこういろんなこうイメージっていうか、はい、こうしたらいいかなとか、まあ、あのイベントの主催者のこう希望もあると思うんですけども、はいはい、そういうのは どうやってやってるんでしょうか。あ、そうですね、私はやっぱり事前に直接お話しするっていうのがすごくコミュニケーションとして好きなので、うん、なるほど、はい、あのメールのやり取りでとかっていうよりは、もう常にオーダーとオリジナルを売りにさせていただいてるんですね、はい、なのでお話、今だとオンラインでお話ししたり、うん、まあ、電話でお話ししたり、うん、直接会えれば打ち合わせ、直接会ってお話しして、うん、まあ、その当日作りたい雰囲気をお伺いしてます、うん、例えばあのホテルの一室をお誕生日のバースデー部屋に変えたいとか、うん、でプロポーズするから、あのお二人がご飯行ってる間に、うん、中にお部屋の中に入って、うん、こうメリーミーですとか、はい、その飾り付けをしてこっそり出て、うん、部屋に戻ってきた時にはこうそういった装飾がされているっていうのもやったりするんですけれ ど、 なるほど、すごくあの大事ですね、打ち合わせ、その細部がやっぱり大事なんで、こんなことがやりたいんですけどできないですよねみたいなのをぜひ聞かせていただきたいっていうのがあります。なのでリラックスしてお話しして思いをあの聞かせていただけるっていうのがすごく重要なポイントだと思ってます。結構方々からその注文というかオーダーが来るっていうふうにお聞きしたんですけども、はい、なんかそのホームページとかいろいろこう広報活動とかされてるんですか。あ、それが私全然してなくてですね、はいはい、ホームページも作ってなくて、はい、まあ、今インスタグラムとかっていうのも本当はもっと頑張らなきゃいけないんですけれど、うん、ちょっと本当にまあ、メイン一人でやってるのでなかなかこうちょっと手が回らず、一現場終わったらもう、うん、もう次の現場っていう感じになっちゃうんですよ、性格も、うん、ちょっと常に今日ワクワクしてる状態になってしまうので、うん、なかなかちょっと SNS もあんまりこう手をつけれない状態ではあるんですけれど、うん、本当にご縁と紹介とご縁とリピーターさんで、例えば一会場飾ったらその会場に来た方が次何かやるんだけど誰がこれやったのっていう形で、あの紹介してもらえるみたいにこう言ってくださって、で実際紹介してもらってまたつながってっていう、本当にありがたいご縁に恵まれてあの仕事させていただいてます。なるほど、はい、縁ということでもう何年ぐらいついてるんですか。そうですね、もう長いですね、12年目ぐらいになります。お、はい、じゃあその間ずっとそのそういったその会場に来てくれた人のつながりで、あるいはいろんなその関係ということで。あ、そうですね、誰かこうバルーンとか空間装飾してる子いない、うん、ってこう誰かが誰かに聞いてくださって、うん、そこでなんか私のことを思い出してくださって、うん、なんかどうかなっていう連絡が来て、うん、ぜひぜひっていうやりたいですっていうところでつながっていってます、うん、なんか縁を大事にされてるんだってことが分かったんですけども、はい、なんかあまり小さい頃はその人とこう付き合うのがなかなか難しい子だった人見知りのする子だったっていうのをお聞きしたんですけども、はい、その辺はどうなんですか。あ、本当にそうです、あの兄が2人いるんですけど、はいはいはい、もういつも兄の後ろに隠れて、うん、もう本当に人前であのよくなんて言うんですか、給食当番みたいな時に、はい、こう手を合わせていただきますって言うじゃないですか、はい、もうあれが言えないんですよ、ここまで声が、ここまで声が来るんですけど意が出ないんですよ。なんで言えないんですか。わからないです、自分でも、はい、なんかこううってなってしまって、すっごく人見知りで怖がりで、なので今本当にバルーン膨らませてこうパーンって割れる音あるじゃないですか、はい、もうあれももう慣れちゃって平気なんですけど、はい、あのクラッカー鳴らせないぐらい音も苦手で、あの本当に最初なのでバルーン膨らませるとき、まあ、もう汗かいてました。1個膨らませるのにもう怖くて汗かいてっていう
感じでやってたんですけど、なので人と接するのも慣れて、ちょっと私こうピエロスタイルで、はいはいはい、まあ、コミュニケーション取ってグリーティングって言って、うん、風船作ってその場でプレゼントってありがとねとかっていうのをやったり、うん、そのまあ、バルーンショー、ステージの上で風船を作って見せていくっていうのもやらせていただいてるんですけれども、それももう昔の自分じゃ考えられないですね、本当に。どうが変わった、何かきっかけとかあったんですか？そうですね、その12歳ぐらいですかね、はいはいはい、すっごく人見知りだったんですけど、一緒にいるお友達が全然人見知りじゃない感じで羨ましかったんですよ。すっごくこう先輩でも後輩でもこう誰とでも仲良くなっていく友達で、いいないいなってこういつも思ってて、でふと家にいた時に犬と猫を飼い始めたんですけれど、こう犬はどっちかっていうとすっごく人懐っこくって、もう誰か来ると嬉しくてこう尻尾振って寄っていく、飛びついていくみたいな性格で、猫はこうすごい伺って警戒心強くて、こうもうスルスルってこうすり抜けてでも近寄りたいみたいな、まあ、猫を見た時に私みたいだなって思って、はいはいはい、で、あ、犬みたいになればいいのかもしれないっていうか、ピコーンって思ったんですよ、はいはいはい、で、これは人に懐こうっていう風に、意識を変えたらすっごく楽になって、はいはいはい、なんで相手がこう自分のことを受け入れてくれるのかなとか、どう思ってるんだろうってこう思ってこう控えめにこうなってたんですけど、いや自分からもう懐いてみようみたいなことを思ってから変わりました、うん、その芸術的なものをこう学んだ機会っていうんですかね、はい、小さい時からこう何かそういうきっかけとか何かあったんですか？あ、そうですね、母がやっぱり小さい頃からすごくものづくりをする人で、その今でこそサスティナブルっていう言葉とかがあるんですけど、母は例えばそのサランラップの芯とか何でも取ってあるんですよ、卵の殻とか、それは小さい頃からなんでこうね捨てないんだろうみたいに思ってるんですけど、母にとっては全てが材料だって言っていて、何でも作品を作るんですよね。それで例えば卵の殻もコーヒーで染めて茶色くしてとか、でそういうのも常にこう手伝わせてもらったり見ていたり、絵を描いたり油絵を描いたり日本画も描いたりしてたので、常にそういうものを触れたり見たりする機会っていうのはあったので、例えば筆一つにしてもこう触らせてもらって触って、あ、これは油絵の筆の硬さなんだ、なんでなんだろうって思ったり、そういう機会はたくさんありました。で、おじいちゃん母の父もその絵を描く仕事をしてたので、その昔なので、その鉄道員をやりながらその看板、映画館の看板手書きだったみたいなんですけど、そういうものをこう書いたり、なので家に帰るとおじいちゃんの書いた掛け軸があったり、ちょっと柵のそのちょっとメーカーのデザインもしているので、いまだに柵平駅ですとか売ってるんですね。なので使ってるわけですね。はい、すごい、結構いろんなところにあります。なのでそういうのを見たりとかして、やっぱりこう芸術とかアートとかそういうものってこう受け継がれていくものであるっていうのは、なんとなくこう小さい頃から身近にはありました。まあ、今後どんな風にやっていこうと思ってるんでしょうか？あ、そうですね。今まで正直そうですね、2年ぐらい前までは本当にクライアントさんワークだったんですね。なので本当にお仕事で装飾物を作ったり、お仕事で空間を作り上げていく。なのでクライアントさんからいただいたそのテーマですとか思いを聞いて、それに寄り添ってそれを叶えていくっていう部分のお仕事が多かったんですけれど、2年ほど前からこう作品を作ったり、こう今展示をやってるんですけど、コラボ展でこう展示、作品展示をさせてもらえる機会をこういただけるようになったり、自分でも作りたいと思うようになってきて、作品、クライアントさんワークと作品を作るっていう部分が自分の中で結構色味が違うなっていうのがあるんですね。その
作品作りっていうのはイメージをもうどんどん超えて裏切っていきたいっていう、うん、もう固定概念がもともとあんまり好きじゃないんですけれど、はい、クライアントさんワークは期待に応えていきたいっていう自分の強い思いがあるんですけど、うん、作品作りはもういかに裏切って裏切って、うん、サプライズあるものが作り出せるのかな自分はっていう自分への期待みたいなところが湧いてきてるので、うん、またちょっとワクワクの種類が違うっていうのに、はいはい、最近はすごく自分のその内側の思いに興味があります。夢や希望に向かってぜひ頑張っていただきたいと思います、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。